どうぞ。今日池袋のサイゼでお昼を食べたんだ。地下2階にあるところで、会計終わってエレベーターで上に上がろうと思ったら、一緒に中国人が2人乗ってきた。ヒアリングに自信はないが、多分安くて美味しかったみたいなことと、これからの行き先を喋ってたんだと思う。自分も含めて 7,8 人乗っていて、だいぶ中は混んでたんだ。だから地上に出た時、真ん中あたりにいて動こうとした中国人の一人と、入り口付近にいた人が衝突。中国娘は真っ赤になって、ごめんなさい、お先にどうぞ。彼女の後ろにいたもう一人は、なぜか彼女の背中にしがみつき、どうぞ。メガネっ子二人に激しく燃えた。これがハゲるということか。あ、自分が和んだ話になった。忍者タートルズ、何か楽しい出来事ないかなと思ってたら、到着した列車に金髪のお兄さん、真面目そうな風貌で忍者タートルズのロゴ入ったバンド T と見違うようなかっけえ T シャツを着てた。俺の後ろに並んでた女の子たちの一人が顔見知りだったらしく、何人かで話してた。その兄ちゃんは日本語勉強中なのか、片言の日本語プラス英語でやり取りをしていた。日本の女の子どう？とか聞かれ、照れながら答えに困ってた。どうやら留学生で、俺と同じ大学の理工学部らしい。理系のキャンパスは俺ら文系と違って若干遠いとこにあるんだが、電気街に買い物行こうとしてたんだろうか。まあ確かに理系っぽい風貌だったな。